い、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、噛みつき合体デラックス恐竜人ダークバージョンです。はい、これはおもちゃ限定のデラックス恐竜人の色違いですね。ブラックとゴールドがベースになってて、かなり悪者感がありますね。もちろん付属してる充電池も1、3、5番のデーボスインバージョンなので、恐竜人がデーボスインするとこういう感じになりますよっていうおもちゃですね。そしてこのダークバージョンには37スーパー戦隊を一気に名乗るスペシャル充電池もついてます。裏側はこんな感じです。では早速中身を確認していきたいと思います。はい、中身はこのようになってます。いや、とにかく充電流が黒いですね。このスーパー戦隊の特別な充電池が追加で入ってるだけで、基本的な内容物はデラックス恐竜人と同じです。まずこれがガブティラステゴッチドリキラのデーボスインバージョンですね。ちゃんと3本とも真っ黒になってて、中の絵柄もデーボスイン状態になってますね。表側と裏側、そしてボタンを押すとチャージ状態、これは3本とも同じです。そしていつもの充電池と比べるとこんな感じです。やっぱりイメージが全然違いますね。ただボタン配置はどれも一緒なので、音声はいつもと変わらないです。それとスーパー戦隊充電池、ブレイブイン状態とチャージ状態、裏側はスーパー戦隊、そして東映って書いてあります。この充電池は名乗り音声がとてつもなく長いそうなので、レビューは別の動画でアップします。では充電流も見ていきます。これはダークステゴッチですね。いつものステゴッチはブルーがベースなんですけど、これはブラックがベースで、黄色いラインがゴールドになってますね。色が違うだけで形は全く一緒です。で、ギミックもいつも通り上顎を上げてスイッチを押しながら充電池を入れれば背びれが上がります。比較するとこんな感じです。普通のステゴッチは背びれの部分に5色のカラーがあるんですけど、ダークバージョンはそれがないのでよりさっぱりして見えますね。続いてダークドリキラ、これは通常はピンクがベースですから可愛さは全くないですね。目の部分も緑色だったのが赤色になってますね。黒いカラーと金のラインはステゴッチと同じです。では充電池を入れましょう。お腹のスイッチを押しながらセットするとドリルが伸びます。そして比較するとこうなります。ドリキラはステゴッチ以上に悪者っぽくなりますね。そして充電流最後はダークガブティラです。これはもう顔パーツから尻尾の先まで全てが真っ黒になってますね。これはかっこいい。どう見ても敵側の充電流ですね。ベースカラーが完全にブラックになってて、目の色も変わってますね。トサカのパーツとボディのラインはイエローだったものがゴールドになってますね。では電源オン。充電池をセット。上顎を押さえるとトサカが展開します。それと収録音声も通常のガブティラと全く同じで、特別な音声とかも入ってないですね。はい、2体並べるとこんな感じです。改めて見比べてみると本当に違いますね。噛みつき部分がブラックからグレーになってたり、ツートンだった顔が単色になってたり、ダークバージョンは色の配色が結構変えてあるんですね。それでは充電流3体を使って恐竜人ダークバージョンに合体させます。変形方法はいつもと同じです。まずはステゴッチ、そしてドリキラもですね、足を畳んで充電池を出します。ガブティラもいつも通り尻尾を外して足を展開します。さらにパーツを倒して顔も立てます。これも配色が全然違いますね。そして尻尾を開けてメットパーツを出します。メットパーツもちゃんとダークバージョンになってます。でははめて背中のパーツもはめます。そして合体の前に充電池を読み込ませます。まずはステゴッチ、続いてドリキラ、最後はガブティラ。完成、恐竜人ダークバージョンです。はい、ダーク噛みつき合体が完了しました。恐竜人の音声はちょっと懐かしいですね。そして合体するとゴールドラインがより目立ちますね。これはほんとかっこいいですね。玩具オリジナルにするのがもったいないぐらいよくまとまってます。
もちろんこのステゴッチの背びれを外して剣先を出せば武器として持たせられます。さらに充電池を入れ直すと、必殺攻撃音です。なんかこれもちょっと懐かしいですね。近くで見るとこんな感じ。顔周りの印象もかなり違います。はい、そしていつものデラックス恐竜人と比較するとこうなります。充電竜は全体的にカラフルなものが多いんですけど、やっぱりブラックで統一されてるとものすごく渋いロボになりますね。こっちは合体してるって感じですけど、ダークバージョンはもう一体のロボって感じです。これはどちらもそれぞれの良さがありますね。ということでデラックス恐竜人のダークバージョンを紹介しました。見ての通り見た目のインパクトはかなりすごいんですけど、ギミックで言えば普通の恐竜人と全く同じで、ガブティラの充電池の音声も変わらないですね。ただダークバージョンはもともと数量限定なので、今欲しいってなっても手に入れるのはちょっと難しいかもしれません。では恐竜人ダークバージョンと他の充電竜を使った妄想合体は別でレビュー動画をアップします。以上、噛みつき合体デラックス恐竜人ダークバージョンの紹介でした。